Okay, I have a new battery in, and this is, oops, and I need to dig some more, and It's nice tail. Oops. Fifty-six centimeters. Oh, okay. This is tough. Another piece of junk. もしもし。もしもし、村雲です。はいね、先ほどありがとうごはい。はざいい、あます。りがとうございました。ちょっと、私、今、知り合いに聞いてみたんですけど、すみません。農業委員会に聞いても、ええ。それこそ先生おっしゃるように、ありきたりのお答えしかできんし、その地元の農業委員さんに聞いたら、一番そのスムーズにことが進むんじゃないかっていうふうに、私が聞いた人は言うてありました。ちなみに先生、その土地、どこです？例えば、保健地とか、たたらとか。深山牧のね、中山だとか奥山だとか言ったら、同志社山っていうのは病院のもうちょっと南みたいな場所です。もうほとんど清華町に入りそうなところ。宮の口かな。いや、あれはね、土地は深山牧の中の、何やったかな、中山だとか奥山だとかそんな名前ついてますわ。どうしようまず、ちょっと、病院またあり聞いますでして。ょ。同志社山というのは病院あって、病院から、病院そのものもひょっとしたら中山だかもしれんけど、僕よう分かりませんけど、病院のすぐ南がもう中山だという名前らしいです。だから、宮牧小学校からずっとこっち来て、同志社山手病院ある、あの辺のことですね。あの辺ですね。あの辺です、辺やっあたのら、辺です。出がいとっていう地域になるんちゃうかなって思うんですよ。なんていう名前？出がいと。小 学校とほう。かあるあの辺の地域です。ほう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 。なんか、出るあれにで、柿打ち。牡蠣打ちね。なんか、あれで、グーグルもどれだけ正しいか分からんけど、グーグルではね、中山だ、奥山だって書いてましたよ。多分なんですけど、出がいとやったら井上明夫さんっていう方が農業員さんの仕事かなと思うんですけど、いっぺん井上さんに、あの辺やったら、農出業、がいとですかって、井上さんよう知ってるから聞いてみますわ。聞いていただけます？すみほんまで、せもん。し聞いて、そうやって言わはったら、
実はあそこので土地をとあのの農業したいという方おられるんでって、農ちょっと軽く話してみて。ああまあ農業したいじゃないですけどね。うんうん、あのまあとりあえずはいはいはい、工作放棄地で物を作りたいとおっしゃってる方いるんで、ちょっといい方法。物を作るんじゃないんですね。だから、うんうん、まあ、そのような方がやはり、ちょっと具体的な話、はいはい、相談に乗っていただけますかって聞いてみますか。そしたら あんまり雑種地にして使い方もそんな使い方だとか言うと怒られますかね、やっぱり。うん、もうその辺はね、役所の人じゃないんで、そんなに難しく考えなくても。はいはいはい、ただね、はい、定かでないんです。ちょっと小耳屋さんですなんですけど、はいはい、今ね、はいはい、農家じゃなくても土地買えるような話をちらっと聞いたんですけど、それはもしそれが本当とすると農業委員会けしからん嘘を教えるんだって話ですよね。ただそれが、今聞いたのは農業法人でも買えるって聞いたんで、はあはあ、農業法人や境に買えるのかちょっとその辺は定かでないんで、なるほどね、まあ勝手な戯言と聞いておいてください。うちもね、あまり長話になるとあれですけど、なんかこれも裁量がいろいろあるらしくて、もう山の中の山村みたいな場所あるじゃないですか、はいはい、昔は山田いっぱいあったけどみたいな、うんうん、そんなとこやとね、なんか農地のままやのに大学は買うた例もあるんですよ。せやからなんか裁量がいろいろあるかわからないですね、今おっしゃったように。その辺はね、農業委員さんやったら、はいはい、こんな方法があるよっていう方法を教えてくれやらへんかなって。ははは、あ、そうですね、そうですね、そうですね、なるほど、なるほど。ちょっといっぺん、はい、ちょっと時間いただいたら、はい、ありがとうございます。確認してみます。はい、ありがとう、はい、すいませんね、いろいろ全然関係ないことまで。まあ僕ここの地元じゃないんで、なかなか人脈もなく。わかりました、ちょっとまた聞いてみます、はい、すいません、ありがとうございます、失礼します。そんなところで農地のままでこうた例もあるんですよね。農地として使ってない、まあ、そもそもそういうところの何回もほぼ機能して、A piece of wood. Okay. So もっとちっちゃいのもありますけどね、これでいいですか。うん、はっはっはっは、ああ、うんうんうん。So what I should do is、
地やと思う。農業用地でしかないなって。今昔に遡れば百姓なんですけどね。その言ったって死の交渉の時代の百姓は誰だいですけど。そんな今頃言うてもお前人をちょくっとんかって言われるだけですけどね。Okay, so, I see. かわいらしいな。 OK So Let's dig it out. Okay. How are you going to do it?ですよ。いや僕はその役所でもないし役所さんの子供なりも知らずにですね、勝手にお茶会のお茶会からどうしたとか集会とかそんな言うつもりは全くないですけど、でも製品にやったらおらんかいって私たち、まあ、家は本当に楽しい。 OK here we go。 ああOkay.こう活用するから打ってくださいっていう場合には農業従事者しか、あ、ほんまですか。
あ、そんな名前ですか。あ、いや、あ、中山だとか奥山だとか分かります。Okay, so おい。はいはい、私を抱いてほしいの、私のことを。こっち元じゃないんで、どんな名刺とかやったら、あ、つまり大阪です。まあね、もうおじいちゃんの代からなんで、いや、あの、もっと昔ですけど、まあその要するに僕が僕のことを知ってる人も、あのおじいさんのお孫さんやとか、そういう意味ですね。まあそうですか。して何かお役に立てますかみたいな。じゃあ、安いここでは、これでも打った打ちだって書くね、打ったで観察してただけでめちゃめちゃ怒られました。よそもんが自分の土地でやれって言うから、いや観察ってタラとか入ってないんですよ。ところで行動を歩きながら様子を見るみたいな、まあ、見てるわけですよ。確かに怪しいか怪しくないかと言えば怪しいですよね。子供連れのお父さんとか言ったら話します。それもダメだけど、でもこんな来られるのかと思って、Okay, so こっちをしっかり掘ろうか。 Okay, let's dig here. So, yeah. Oh, whew. Okay. So I need to dig some more, and. Let's see. もう青果町に近いやん。あ、マジか。はいはいはい、柿の内ね、街灯、はい、あちこちにそんな地名ありますね。中街灯とか、おい
らしい。OK。はあ。Somehow I'm tired today. Mentally tired, maybe. I don't know. Okay. All right. Oh. Hey. This is nice. It's a good screw. I can use it. So, and the width here is, 'Eventually I need to make a more precise measurement, but for now, just about 50 centimeters, okay. What are you doing? Yeah, ようやった。ポリエセネン。これ、見ますか？まあ、案外なかんかなと思います。なんか僕の経験ではなんか案外キリスとかそんなやつでも多数入れるとなきゃいけないと思いますね。逆に。Okay. So let's see. 50 centimeters. Okay. So this is just about good enough. Just about wide enough. And the depth here is ooh.
可愛らしいのよ女の子、兄ちゃん兄ちゃんって。Do you remember that little girl who lives across the street? She's waving at me again. Ah, 50 centimeters. Wait a minute, 50 centimeters already? Let's see. Oh. It can go up to 55 will be fine. 50 centimeters. 50 is just about enough. Okay. Yuck. So, 50 centimeters. I'm seeing quite a few disturbances on the surface at the fish. Fish. Oh, another fish came. Came to the surface. Kawaii na onno. Okay. She's waving at me again. かわいらしいのこの女の子。Okay.Okay, here we go.
そうでもないね。ゼーゼラ郵便局くはい、もしもし。あ、もしもし、青谷です。はいはい、どうもお世話になります。あの、あれをね、前倒し、あの、お支払いを6月じゃなくて5月の 末に前倒してできます？それはできます。あ、なんで言うたらね、まだ日にちとかちょっと詰めないといけないんですが、なんで言うたらちょっと、あの、いろんな病人があったりいろんなことがあって、僕たち6月にめちゃめちゃ長期出張とか入りそうなんで、もうちょっと早い方がいいなと思いまして、あのごめんなさいね、なんかこっちの都合で。ほんだら一応可能ということで、じゃあ連休明けぐらいに5月末の何日ぐらいどうですかとか、それご提案させていただいていいですかね。そうですね、あの、その日によって今、あの、借りてもらってる人に、はいはい、あの、新しい口座番号を提案せなあかんのですよね。はい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 。まあ、そういう加減もありますんで、まあそれは、はいはい、はいはい。はいはい。あの、基本的に何日ぐらいがよろしいですかね。5月の。まあ20日過ぎぐらいで考えてますけれども。まず、はいはい。まず前倒しできるかどうか、まず伺わなければと思って。あ、なるほどですね。はいはい、はい、ほんだら前倒しはできますね。わかりました。ほんだらちょっとすり合わせをして、こちらの方ですり合わせをして、この人この人この人か希望ですけどとかお伝えしてよろしいですかね。すみませんね、なんか。そうですね6月って言うときながら。はい、あの、2、3、あの、提案してください。わかりました。はい、はい、あ、これ明日からはずっとお休みですか？そんなことないですか、おたくさんは。すいません、はい、あのカレンダー通りなんですよ、はい、あのですから、出てる日もあるし、もうカレンダー通りも仕事の日はもう休んでるしというような感じですね。わかりました。はい、じゃあすいませんが、はい、あの、とにかく前倒し希望ということをまずお伝えさせていただきまして、すみません。はい、よろしくお願いいたします。失礼します。失礼します。なんで言うたら、ちょっとこっち、いろんな病人が出たり、いろんなことがあって、会計関係を司っている人間が僕ともう一人、広瀬って、まあ、名前はどうでもいいんですが、おるんですが、二
2人とも長期出張行くかもしれなくて、6月に。それでもちろん他の人でもできるんですよ。できるんですけど、もうややこしいじゃないですか。とにかくもう顔もね、あれしていただいてるのに、知っていただいてるし、もうだから僕たちだったらその、What the heck is this? I don't know what it is, but it's another piece of junk. どうしてできますか？ごめんなさいね、まあ、死んだ人までいるんですからね。去年からもう2人死んで、今度一体どうなってんねんって、僕が怖いからお前ら死なんといてくれるかって言ってるんですけど、僕より若い人、まあ、今回は僕とほぼ同年代の人ですけど、なんなんやろな、もうちょっと一番担当は僕ですけど、もう一人おるんですけど、二人とも長期出張が入りそうで、これちょっとややこしいぞこれってなって、女の子の可愛らしさではあるんですね。山村みたいな場所やったら、最良はとにかくあるらしくて、場所は山田やったかもしれない。今どう考えても山林になってる。だけど稲田みたいになって、要するに山田。そんなんはなんかあっさり簡単によろしおますみたいな感じで簡単に変えた例があるんですね。これ兵庫県なんですけど、で僕らも。本当にいいんですかって、ね、何遍も尋ねて、ほんまですよ、嘘ちゃうんですよ向こうがもうちょっと疑うのやめてくださいよって
言い出す感じ。Are you okay? Are you? Okay, another stone. Is it a stone? I'm not sure if it's a stone. No, it's not. Yay. じゃあ私ね、うん、ちょっと待って、 OK、 きっと短いですよね、掘ってもね、土管ですもんね、まあ一本一本は続いてるかもしれんけれども、はいはい、ほんまですか、ああなるほど、 OK here we go、 お兄さん、
Okay, are you going to walk? Yes. Yes, it's gonna work. Okay. Whoops. Oh. Wow. What the heck is this? Oh. What do you think it is? It's not a ninja star, you know? I don't know what it is. It turns. Each one of these guys, they turn. Yeah, that's interesting. Oh, actually, you can remove each one of them. Look at this. Oh, well. What the heck is that? Okay. Yay, yay, yay. Can you do it? Oops. Okay. Let's carry them away.
うん。OK。How about that? Ah. Not too heated. Stones. Wow. Okay. This is bucket number 3. Okay, here we go. This is bucket number 4.
I'm going to go to number 10 because I want to go and try to find those some more of those rare minnows. So okay, I'm going to go to number 10 today. Okay. This is number 5. It's not that hot, so now is the time to do it. Okay. Number 5. Yay! Number 5! You can do it! Oops! No! Big stone. I found a big stone. Number 5. Okay. Number 5. 5 more. Stones. Ah.
うん。はい。This is number six.More stones. This is number seven. Number seven.
think this is number 8, number 7. Let's see. Oh, there was something. Maybe a fish, maybe a frog. Oh. So this is number 8. Ah. Number 8. We'll see. Number 8. Maedoshi, number 8. Ah. Number 8. Oops. Oh. Oops. This is number 8. Is this number 8 or number 9? God, it's hot.
I think it's number 8. Number 8, here we go. Number 9. This is number 9. Number 10. Number 10. Ah.
うう、モスキートです。Number 11. Number 11. Here we go. So, you can get to number 11. You can do it. Let's get it done. Here we go. Number 11. This is number 12. Number 12. Maybe I should change the camera position. How about this? Yeah. Number 13. Thank you.
number 13. Okay, good enough. Number 13. Number 14. Number 14. Number 15. This is 15. Ah, 16. Okay, number 16.
16. This is 17. Number 17. Oops. Ah. 17. Number 17. Number 18. Number 18. Number 19.
Tree root. Number 19. Yeah, here's a stone, isn't it? This is number 19. Number 20. Number 20.